はフィールドミュージックスクールの森田です。今回はチェンジアップというトレーニングの第2弾としまして、ダブルストロークでのチェンジアップをやっていきたいと思います。前回の第1弾のシングルストロークでのチェンジアップは右左右左の手順でやっていきましたが、今回は右右左左のダブルストロークでのチェンジアップをやっていきたいと思います。このチェンジアップというトレーニングは一定のテンポの中で様々な音符の音符を叩くということをやっていきたいと思います。まずは一つずつゆっくりやっていきましょう。まず四分音符のチェンジアップをやっていきたいと思います。足は四分音符でずっとリズムをキープできるように足でしっかりリズムを取っていきましょう。では早速やっていきましょう。ワン、ツー、では次に8分音符で叩いていってみましょう。同じく足は4分音符でキープしながら、手順は右右左左の手順で8分音符を叩いていきます。では次に3連符で叩いていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。では16分音符を叩いていってみましょう。ワン、ツー、では6連符を叩いていってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。次に四分音符のリズムを間に入れて5種類のリズムを叩いていってみましょう。まずは四分音符、そして8分音符、また四分音符に戻って3連符、四分音符に戻って16分音符、四分音符に戻って6連符を、叩いていってみましょう。手順はダブルストロークで叩いていきます。足は四分音符でしっかりとキープできるようにしていきましょう。ワン、今と同じ形を右手はタムで、左手はスネアドラムで、音を変えて叩いていってみましょう。
次にこの5種類のリズムを続けて叩いていってみましょう。まずはスネアドラムで叩いていきます。足は同じように四分音符でキープしていってください。ではやってみましょう。では最後に右手をタムに、左手をスネアで叩いていってみましょう。足は同じように四分音符でキープしていきます。今回はダブルストロークという手順でチェンジアップというトレーニングをやっていきました。前回やったシングルストロークのチェンジアップよりもさらに難しくなったかとは思いますが、足でしっかりとリズムを取りながら四分音符の拍を取りながら叩いていけるとかなりリズムが安定してくると思います。ですのでこのトレーニングぜひ毎日毎日のウォーミングアップとして取り入れていただけたらと思います。他にも動画たくさん、ドラムに関する動画、その他にも音楽に関する動画たくさん、アップロードされてますので、ぜひ他の動画も見てみてください。では最後まで、ご覧いただきありがとうございました。さよなら。